こんばんは。今回はイサミを使っていくんですけど、イサミはですね、強いか弱いかって聞かれたら弱いって言うと思います。もちろんいいところはあるんですよ。ちょっと性能見ていきましょうか。はい、まずいいところは、6馬武功を持ったこととか、あとはオバフロですね。オバフロに加速とか定番とかがついてるので、そこの得点力あったりとかするんですけど、でもですよ、悪いところ次行きましょうか。悪いところはまず1つ目、 SS 相手のラケットを吹き飛ばしってあるんですけど、これね、弱体化しちゃったんですよ。元のイサミは結構高く飛んでたんですけど、イサミだけ以上に飛ばしてたんですけど、これに関しては全然飛ばなくなってて、このブレ玉、高速ブレ玉取られちゃったらもう普通に補給できちゃうんですよね。なのでそこ加工しちゃうのかってとこはあったりとか、あとはこのキャラスキルですね。あとはこの得点時相手のストロークスタミナの強化解除とかあるんですけど、エンマとニオを意識してるからしょうがないとは思うんですけど、ちょっとね、環境にマッチしてないんですよ。やっぱ強いキャラって大体スピードタイプだったりするので、スピードタイプの解除だったら強かったんですけどね。あと、悪いところばっかですいません。ノックバック無効しかないんですよ、その防御手段が。せめてキャラスキルにノーバンスピンがつくとか、地面無効とか空中無効とかどっちかついてればよかったんですけど、ついてないので、ギミックでもきついですし、だからってとこありますね。あとジャストでのラケット吹き飛ばすって強そうに見えるんですけど、正直ここに関しては弱いっす。アトベとかの方がよっぽど強いかな。で、一応今回使っていくんですけど、SS で燃焼レベル10付与するじゃないですか。なのでその10ってのを引き上げてあげろと。はい、オートスキルとスロットスキルで合計これで燃焼レベル6上げることができるんですね。なので燃焼レベル16かつエンブレムですね、この最近復刻したばっかですけど、ペンタエンブレムで17にしてます。燃焼レベル一応検証してきたんですけど、燃焼レベル17もありそうっす。なんか上限があるのかなと思ってたんですけど、17もちゃんとありました。ということで、早速使っていくんですけど、一応基本イサミしか使わないですけど、剣聖とリーランをとりあえず入れときました。で、靴は一応クリスマスフラン対策で見切りつけたりとかしてます。でですけど、さっき燃焼レベルのことしか喋ってなかったんですけど、このギア書がスタミナ回復をすることができるんですね。プラス燃焼レベル2、これ全部合わせると9ですね。燃焼レベル9を付与するスライスショットになるの実質面白いかなとは思いました。ということで早速使っていきましょうか。どうぞ。はい、ルカ、ゲオ、ファルファラ。ゲオやばいな。ゲオこいつラケット落とさないよね。いけるかな、ファルファラ。おおおおお、全員カナスティさんラケット持ってないけど、すごいな。イサミでいきますと、で回復して前に出たいが、ちょっと怖いな。オラケラケラケ。イサミなんですけど、このジャストで、これ落下出るじゃないですか。おおおい、ラケット落下向こうでもついてる。これなんですけど、なんかね、そんなに落とさないんですよね。なので、よいしょ。おまけ程度かなと思います。はい。で、イサミのいいところはやっぱ、オバフロ定番オバフロ定番は別に他にもいるから、イサミじゃなきゃいけないっていうのはないと思うんだけど。あ、そっか、状態上向こうか、こいつ。忘れてた。ほい。使ってる感じはだいたい4周年青の王に近いとは思うんですけど、4周年青の王って あの人、強み子を持ってるんですよね。そこがやっぱ強いから、そことの差別化もあって、危ない。あとは、他のオバフロで言うと、ラインズマンリリカとかだと、あれなんですよ。ノーバン返球だっけ？ダイレクト武功みたいなの持ってるんですけど、イサミ持ってないから、そこが気になるかなーって。イサミは、なんか、ネタにもしにくいんですよね。その、オバフロ定番とか、得点力の高い SS とかあるんで、そんなに悪いわけでもないですし、だけどでも他に比べたら弱いは弱いので、極端に弱ければネタにできたんですけど、なんかネタにもできないので、
難しいなぁと思うんですけど、これも別にジャスト出されてもそんな効果ないですよ。全然落とさないし、すぐ拾えちゃうので、ここが微妙かなぁとは思うんですけど、はい。まあ、強いっちゃ強いですよ。そりゃ、オーバーフロー定番なんでね。危ない。この SS もね、速いブレ玉だから取りにくいし、強いは強いんですけど、イサミ別に、極端に悪いわけじゃないんですけど、イサミ入れるぐらいだったら他のキャラ入れた方がいいかなーって思うところはちょくちょくあります。はい。なんかスーパーサイヤ人みたいだな、このオーラが。ルカで撃ってくるん？そう、そうだ。私の手に甘くない。イサミってギミック無効ないんですよね。だからルカとかもギミック出されたら普通にしんどいし、であと人のラケットを落とす割にはラケット無効、ラケット落とし無効がついてないのでってとこはありますよね。あ、ミラーする？何そういうことすんの？もう解除しに来た。で、いや、解除カウンターしといて、じゃあミラーしましょうか。せめてノーバンスピン欲しかったかなーって思うとこありますね。まああったから何って話ではあるんですけど。ほっ。ほっ。オッケーオッケー。まあ元はといえば、キャラ強化プロジェクトでしたっけ？あれが良くないなーと思うんですけどね。あれのせいでさ、その周りの強さが一気に上がったじゃないですか。新キャラと 新規全部強いっていう。なのでその追加キャラに対するハードルがどんどん上がってるんですよね。だから弱いとも弱いってされちゃうし、ちょうどいいキャラも弱いってなんか判定になっちゃうんですよ。なのでそこがなーって。キャラ強化プロジェクトって言えば下方の方を重点的に置いてもいいと思うんだけど。でさっきあのついでなんですけど、あのレインがブレス持ってたじゃないですか。ブレスはあの加工されたらしいんですよね。でなんかちょっと試した感じ、だいたい10分の1ぐらいかなになったので、まあ使い物になんなくなりましたね、極端に。で、でなんか2週間後ぐらいに新しいブレスオブラハをなんか配布するらしいので、あ、持ってる人にはですね、まあ、そこ次第ってとこはありますね。どうなるんでしょうね。そのエレノアとかシンエレンみたいなもともと強いキャラが強化されるんじゃなくて、弱いキャラが輝けるように調整できればいいと思うんですけどね。はい、ということでいかがだったでしょうか。試合中も言ったんですけど、極端に弱いわけではないんですよ。ですけどなんかいろいろ足んないところが多いので、そこら辺がなんかやっぱ情報修正で追加があればいいなーとか思ったりしてます。ということでここまでありがとうございました。お疲れ様です。